て歩いてください。そりゃ急いでた僕だって悪いですけど。そんなことないと思うんですけど。うわぁ、タイムセールが終わっちゃう。それではまた。間違えちゃいました。しょ。られません。キャプテン、肩車をお願いします。もうちょっと右、もうちょっとだけ下です。バッチリです。それじゃあ次はあっちの掲示板です。キャプテン、移動は小走りですよ。仕事は手早く素早くが基本です。終わりました。ありがとうです、キャプテン。全然へっちゃらです。そうもいきません。生徒会新聞は生徒会と生徒をつなぐ架け橋ですから。同じ曜日の同じ時間、同じ場所に貼らないといけないんです。はい、だってこれを楽しみに待っている人だっているんですから。これは重要なミッションなんです。えっへん。あいたやっぱりちょっとひねっちゃってたかも。お食事中でしたか。ごめんなさい。って、
パンの耳？もしかしてキャプテンも僕と同じ境遇？いえ、皆まで言わなくていいです。キャプテン、お腹ペコペコですよね。あ、いいんです、僕の前では強がらないで。任せてください。今日は僕のマル秘テクニックを教えてあげます。うん、いいから、今日だけは僕が先輩です。ついてきてください。あー、ひなちゃんだ。シュークリームの味見する？させてください。キャプテンにも。あ、キャプテンと僕で半分こするので一個で十分ですよ。キャプテン、いいですか、ただでもらう以上余計なおねだりはなし、これがポリシーです。うん、ごちそうさまです。今日もとても美味しかったです。ほんと、いつもありがとね。それじゃあ次に行きますよ。なんだ、今日はキャプテンも一緒なのか。少し待っていろ。あ、ありがとうございます。何かお手伝いすることはありますか？必要ない。さあ、お茶が立ったぞ。あ、いただきます。キャプテンもほら。わあ、さっぱりしましたね。甘いものの後はこれです。ヒナは誰よりもうまそうにお茶を飲むな。入れがいがあるぞ。ありがとうございます、マチさん。いただいたものは美味しく頂戴する。これもルールです。はい、大事なことですよ。どうでしたか？うん、キャプテン、すごいでしょ。僕のお金を使わずに満腹しちゃうマル秘テクニック。あ、いたいたー、ひなちゃん。あれ、あ、小春さん、どうしたんですか？昨日ね、試作のお菓子を作りすぎちゃってたこと忘れてて、こんなにあるの。よかったら食べて。今度は一個と言わず好きなだけ召し上がれ。こんなにたくさんのお菓子見たことないです。どうぞ、どうすればいいのか、わかりません。そうなんです。珍しいんです。僕にやることがないなんて。
ですか急に。マロマロが私の靴下くわえて逃げちゃったの。捕まえるの手伝って。それは大変です。急いで行きましょう。ふい、なんとか捕まりました。これでやっとゆっくりとお茶を。もうこんな時間。ナオミさんのトレーニングを手伝わなきゃです。でも約束は守らなきゃですし。それじゃあシオンさんに早速お礼を言いに。そうでした。んじゃあお茶菓子を。ないんだった。僕買ってきます。はい。いえ、とっても美味しいんですけど、どうしても気になることが。これだけはやらせてください。すぐに戻ってきますから。戻りました、キャプテン。はい、お花があればお菓子がなくても美味しくお茶が飲めますから。だからすぐそこで摘んできちゃいました。キャプテン、ちゃんとついてこれてますか？早く早く。買い出しに付き合ってもらってありがとうございます。荷物は重くないですか？肩を揉みましょうか？遠慮しないで、僕にお任せです。さあさあ。また今度の楽しみにとっておきます。キャプテン、見てください、あのお店。特売やってます。特別にお安いんですよ。あっちのお店、スタンプが3倍って書いてありますよ。キャプテン、どうしよう。こんな幸せが重なって、僕、やっぱりキャプテンとお出かけしてよかったです。誰かにご馳走してもらうなんて生まれて初めてかも。そわそわしちゃいます。どれも美味しそうでとても選べそうにありません。どれも具がたっぷり。お恥ずかしい話ですが、以前父と二人で暮らしていた時は、外食といえば具のないうどんだったので。いえ、ギャンブラーってやつです。いつもいつも借金取りに追われてて。だから
こんなにメニューのたくさんあるラーメン屋さん、僕、緊張しちゃいます。全部ですか？うん、お腹がいっぱいです。幸せってこういうことを言うんですね。チャーハンに餃子にラーメン、こんなにいっぺんに食べたのは初めてです。どうしました？お腹痛いですか？僕も持ってきてないですよ。そうだ、僕に考えがあります。ちょっと待っててください。キャプテン、僕がお代の分働けばお財布は持ってなくても自前のエプロンは常に持ち歩いてるんです。あ、いいんです。だってこれって僕のおごりってことになりますよね。キャプテンにおごるなんて他のメンバーはできないことですからね。僕、優越感です。さあ、このテーブル片付けますよ。お仕事開始です。ダメです。働かせてください。お願いです。どうせこんな茶色いお弁当
棒ですから、ひっくり返っちゃっていいんです。そんな今片付けるからちょっと待ってね。ひなちゃん本当にごめんなさい。違うんです、小春さん。あのですね、僕が小さい頃。小さい頃？お父さんの作ってくれたうちのお弁当、いつも茶色いおかずばっかりで、綺麗なお弁当のことなんて僕知らなかったです。